品川。皆さんこんにちは。和品川ニュースの時間です。では最初の話題からお伝えします。8月7日、区役所で品川区明るい選挙推進協議会の令和2年度通常総会が開催されました。総会を実施するということにしたので、先ほどお話したような意義がありまして、同協議会は有権者の声が正しく政治に反映されるよう区民の主権者意識の向上を図り投票への参加を促す活動をしている民間のボランティア団体です。2月4日、26日、合計7回延べ184名の出席です。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を例年よりも遅らせたほか、出席者は各地区の代表者を中心に最小限の25人となりました。16日、17日、19日。総会では令和元年度の事業報告や決算監査報告を行ったほか、令和2年度の事業計画や予算案などについて審議。予算書括弧案ですけども、研修会の開催。最後に谷口会長が新型コロナウイルス感染症の影響で出前模擬選挙の実施などが難しい状況ですが、しっかりと活動していきましょうと挨拶し、総会を締めくくりました。明るくというモットーにこの2年間を務めてまいりますので、区役所のプラッツァにミスト発生装置を設置し熱中症対策を実施しています。この装置からは1時間おきに30分間微細な水のミストが発生、気化熱を利用して周りの温度を下げ来庁された方に少しでも涼んでもらえるようになっています。区ではイベントなどで区内に微細ミスト設備を設置する際経費の一部を助成しています。対象は助成対象機器を設置する法人もしくは個人事業主、またはリース契約における借主の方です。受付期間は令和3年3月19日まで、予算に達した時点で終了します。詳しいお問い合わせは都市環境部環境課環境管理係までお願いします。五反田駅東口駅前広場の花壇では4月に種をまいたひまわりの花が見ごろを迎えています。花壇の手入れをしているのは地元の町会、学校などのメンバーで構成される五反田駅前をきれいにする会の皆さん。五反田駅東口を中心に道路の清掃や花壇の手入れなど緑化活動を行っています。例年4月に行っている種まきは第三日野小学校の子どもたちも参加していますが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため少人数で実施。あらかじめ耕しておいた花壇に等間隔で種をまき、鳥に種が食べられないようにネットを張りました。今年は平年に比べて梅雨明けが遅くなりましたが、日差しが強くなると徐々に大輪の花が開花。会員の皆さんが日頃から雑草取りや水やりなど丹精を込めて手入れをし、見事にひまわりが育ちました。今回のニュースは以上です。関東甲信越地方では今年から試験的に環境省と気象庁が共同で熱中症警戒アラートを発表し、熱中症への警戒を呼びかけています。新型コロナウイルス感染症への対策を取りながらもこまめに水分補給をするなど、熱中症には十分気をつけてお過ごしください。